はい、どうもマグニです。今回はですね、なんと、紅白とのスペシャル企画ということで、この、NHK 紅白歌合戦スペシャルステージをプレイしていきたいと思います。今年の紅白のこのシンボルマークがテーマとなったステージなわけでございますね。ご覧いただきますように、このシンボルマークの形をそのまま利用したステージというふうになってます。早速遊びに行きましょう。行くよこれね、意外とね、難しいんですよ。まあ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 、こういうのはね、勢いが大事だから。おお、おお、あ、来ました。一応ですね、この地図マークを見ることによって、ほら、今この紅白シンボルマークの今黄色い点滅のところに今僕はいます。はい、スタートが一番左ですね。で、これをどんどんクリアしていくということなんですけれども、まあご覧ください。私ね、このステージクリアするのにね、5分かかりました。5分。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。あら、よっしゃー、おーほほ、うわー、よし、ご覧ください。3分18秒、リトライ117回にてクリアすることができました。はい、このようにですね、 NHK 紅白歌合戦スペシャルステージがございますという、動画でございました。スペシャル企画です。よし、まあ、クリアできてよかった。これはですね、ご覧ください、このクリア率 15.6% ですね。私クリアしたよ、100人のうち。でこれ320回プレイされてるからですね、320分の 15% っていうことはですね、100人で行くところの15人なので、300人ってことは45、ほぼ50人ですね。はい、30分の50に入ることができました。クリアできてよかった。マグニーでした。